神田川は今日も美しいですね。静かで、穏やかで、私たちを見守っているかのよう。ミスダさん、お話ししなければならないことがあります。え？何か嫌な予感がするのです。嫌な予感とは？この川が穏やかなのは、ジェットレースという儀式で地脈を安定させているから。ええ、すべて神事のおかげです。でもそろそろ、私たちの力を凌駕するような、想像もつかない恐ろしいことが起こる気が。想像もつかないような恐ろしいこと？それは何かはわかりませんが。ですが、このままでは、間違いなく起こります。そんな、何としてでも食い止めないと。ちょっと！試合するって呼び出しといて、何おしゃべりしてんのよ！こっちは暇じゃないの？アイドルの仕事もあるんだから。すみません。気づきませんでした。お待たせしてすみませんでした。すぐにレースを始めましょう。川のために、一刻も早く儀式を行う必要があります。何でもありません。すぐに参りましょう。秋葉原電水街の外周を回るこのコース、沿道の観客もレースの開始を今か今かと待ちわびているぞ。ジェットレースの基本動作が組み込まれた長めのコース、シンプルな構成だからこそ小手先のテクニックでは勝てない。すべては地脈の安定のために。3、2、1、思い切り走っちゃいますか。最高に楽しませてもらうよ。気のせいでしょ、何か見なされてたします。ぼーっとしてんなよミスだ。負けたら承知しねえからな。都合がいいですね。私の腕前披露いたしましょう。するんじゃねえ！スペシャルなやつ、準備完了だよ。都合がいいですね。行きますよ。
絶好調に決まってるだろうが。そんな心配そうな面見せるなっての。なんかいつもと様子が違う感じ。走りに影響は出てないけどね。何が起きたんだろう。シールドがぶっ壊れたぞ。邪魔するんじゃねえ。刺激を受けてこいよ。それは全て刺激の安定のために。さすが俺だろ。今日もどうにかお務めを果たすことができました。これで恐ろしい何かを封じられていればいいのですが。ね、玉木さん。あれ？玉木さん？ちょっと！何なのよ！こっちに来て玉木を止めてよ！ツイさん、ティナさん、どうかなさったのですか？もこうしたもないよ。フーカちゃんが暴れてるの。止められるのはあなただけでしょ。うっせーぞヘロヘロキッチン。負けたんだから罰ゲームって言ってるだけだろうが。ヘロヘロキッチン、ちょっとヘルズキッチンで呼びなさい。だからキーキー叫ぶなって。敗者は敗者らしくおとなしくしてろっつうのは。これから罰ゲームしてやっからよ。どうしたのでしょう。人格が変わるのはレース中だけなのに。もしかして祈りちゃんも対処法がわからないの。二人とも迷惑をおかけしてすみません。彼女の本意ではないはずです。どうか気を悪くなさらないでください。うん、別にいいけど。大丈夫なの？わかりません。もしかしてさっきの嫌な予感と何か関係が。ミスだ。何しょげた顔してんだよ。勝ったんだから喜べよ。うん。玉木さん。なんだよ、怖い顔してよ。行きましょう。ここにいては迷惑がかかりますから。おい、ミスラ、どこへ連れて行く気だよ。見て見て、ミサちゃん、また成長した気がする。